はい、どうも皆さんこんにちは、ラーゼでございます。今回はちょっとスポンジ系のお菓子が食べたいと思ったのでレモンケーキを作ってみたいと思います。ではやっていきましょう。よいしょ。それじゃあ、まずバターをですね、70入れていきたいと思います。70じゃね、100入れていきたいと思います。はい、それではバター100用意できました。でですね、このまま混ぜるのはさすがにちょっと硬すぎるので、30秒ぐらいレンジで温めます。はい。じゃあまずこのバターをひたすら混ぜていきます。ではこの中に砂糖90入れます。はい、それじゃあこんな感じになったら卵、まあ半分ぐらい、まあちょっと入れすぎたかな、入れて混ぜていきます。うん、おすげえいい感じ。それじゃあ次にレモンの皮を切っていきます。こんな感じでバーってね、まあいいや、こんなもんで。ビビたるもんなんやけど。疲れた。絶対この間に結構あるじゃん。よし、こんなもんでいいや。これ使っちゃおう。本当だったらなんかレモン果汁だったらいいみたいなんで市販のでもいいと思うけど、これ量間違い、それじゃあ次にこれ小麦粉100とアーモンドプードル20なんですけど、まあこれをこしながらやっていきます。よし、こんなもん。それじゃゴムベラで混ぜていきます。このやってた生地をパウンドケーキの型に入れてですね、焼いていきたいと思います。よし、じゃあこんなもんでいいんじゃないでしょうか。それじゃあこれをこいつに乗せてオーブンで焼いていきたいと思います。オーブンね、オーブンね、オーブンね、オーブンね。そしたら次に焼いてる最中にですね、グラスをシトロンっていうなんか白い砂糖みたいなやつですね、作っていきたいと思います。まずシュガーパウダー、お、60入れていきたいと思います。よいしょ、ちょっと入れすぎちゃった。まあどうせ砂糖なんでね。これ絞りかけ、レモン果汁をですね
また大さじ1杯ぐらい入れていくみたいですね。大さじ1杯の水、まあ、ここは好みでいいみたいですね。上塗るやつってどこだっけ。よし、それじゃあこんな感じでとろみがですね、いい感じについたので、ついた、本当にこれとろみ、とろみだね。これはケーキが焼けたら上に塗っていきます。じゃあ焼けるまでスキップ。はい、そしたらですね、こんな感じ、熱い、こんな感じで焼けました。よいしょ。それじゃあこんな感じで、これ溶けたりするよな。で、焼けたらですね、すぐに型から外しちゃいます。よいしょ、はい、で、型から外してちょっと冷まします。じゃあまあこんな感じの、なんて言います、お菓子作りの時によく使う筆みたいなやつで塗っていきます。よし、じゃあなんかある程度固まってきたみたいです。まだ完全じゃないけど、表ほとんどは固まってるみたいですね。こいつを切っていきましょう。なんか、よし、はい、それではこんな感じで完成です。パウンドケーキ、味見してないけど大丈夫かな、こんなに膨れとったら。じゃあこれで終わりにさせていただきます。では最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。